どうも、危険度 HE のアブノーマリティ解説その3やっていきます。オールアラウンドヘルパー。作業は本能、抑圧が有効で、他は低い。洞察が最低。EGO は白 1.3 なのが少し怖いが、赤は 0.6 なので結構使える。武器はそれなり。管理方法は、作業結果が普通だと確率でクリポとカウンターが減少。低いと高確率でカウンターが減少する。カウンターが0になると脱走する。一応赤 1.0 の状態で20ほど食らうけど、結構攻撃が避けやすいので、そこまで強くはない。作業テキストは、以上。次、ソリノルドルタ。情報、記録はこんな感じ。作業は洞察が一番高いが、愛着も一応いける。他の成功率は低い。EGO は結構強め。管理方法は、作業結果が普通だと確率でクリポとカウンターが減少。悪いと高確率でカウンターが減少する。カウンターが0になると、脱走する。脱走すると、周辺の職員に持続的な白ダメージを与えながら施設を徘徊する。白ダメージは食らう頻度も高いし避けづらいので、白耐性が高い職員にやらせるのがおすすめ。作業テキストは、以上。めちゃくちゃ早いけど今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。